も素直に楽しかったですね、まずは。結果とか、まあ、その、いろいろあって、まあ、悔しい思いとかもしたんですけど、で、まあ、怪我とか個人的にもして、まあ、ちょっと悔しいシーズンでもあったんですけど、それ以上に、やっぱこうやって J リーグの舞台で試合もできて、で、まあ、こういうプラスターっていう、ファンとかサポーターの距離とも近い中で、できたのが一番楽しかったかなと思います。ゴールの部分では、まあ、個人的にはもう少し、まあ、取りたかったなっていうのはあるんですけど、まあ、それ以外にも、その、やっぱその守備の部分であったりとか、まあ、体を張る部分っていうところでは、まあ、そこそこ自分ではその持ち味は出せたかなと思います。そのファン、サポーターの皆さんにもそういうゴールの後の雄たけびであったりとか、まあ、ああいう体っていうか、ガッツあふれる気持ち前面に出すプレー、期待してますっていうメッセージとかも結構いただいたりするので、